チャッサチャッサダメですね。やっぱり猫によってはあれでしょう、ね、あの真ん中のやつがオスなんですけど、あ、今2個1個いっちゃったやつ。あ、これ、ね、何でしたっけこいつ。これはシャコタンですね。シャコタンすごい名前ですね足が短いから。いや、あ、そうかもしれないですね。あれはでもオスで一回横腹に肉が見えるほどの傷を負ってて、うわ、喧嘩して、メスの争いだと思うんですけど、あ、相当気が強いというか。なっちゃんもね、気が強くてね、うち の前のアパートの近所結構猫がいたんですよ、それで喧嘩してね、やっぱり傷可能してぐったりしちゃってね。ここ横にですか。あの どこだろう、なんか体中噛まれてたみたいで、それでもう夜中に動物病院運んでって、それで10日ぐらい入院したのかな10日も入院したんですか。大変でしたよ、8万ぐらいかかっちゃった10日も入院ってのは相当深い傷ですね。もうぐったりしてね、もう死ぬかと思ってましたね。飽きないね、この小暮はいくらやってもおいにゃほ、そうかそうか、全部食べちゃったんですね。全部食べましたね。じゃあ結構お腹空いてたんだ。これがまた来ました。ここの猫じゃないんですけどね。あ、そうですか。長いんですよこいつも。ここじゃなくて生きてられる、生きてるんですか。いや、ここら辺のおこぼれでもらって。奥さんこれね、こいつが来ると追っ払うんですよ。なんで？いや、よそからなんか来たみたいなんですよね。あ、でもこれもまた目はすごいですね。開けましょうか、あと一時間残ってるの。開けましょうかね、ええ、じゃあこれで最後。こいつもだから猫ファイルでは番外になってますけどね。本当番外猫。これもほら、こんな病気だから。じゃあよそ者の君にあげよう、最後の一缶をね。に子猫もいるんで、また2つに分けてて。もう珍しいですね、こんなに近い。はい、お前、はい、はい、こっち。お前はダメ。ここには定住はしてないんですか、こいつは。してないですね。あ、一番見たい牛乳がこうやるところまで映んなくて、その後やると思って。こんにちは。こんにちは。今日はクリスマスなんで。だから、はい、そう、ごちそう食べて、プレゼントいいな猫のクリスマス、太ってるから、なんか太っちゃう。あ、今日クルちゃんいないわ。普通にゃーって来た、上にいた。あ、そうですか、上にいる。